通常ですね、フート弁は、水源の水位がポンプよりも低い位置にある場合に設けられるもので、サクション側、吸い込み側の方にですね、設けられるものなんですが、一番ですね、下の部分に設けられますので、ここでですね、水が保持できないということは、その上の水、例えばですね、湖水槽等の水は、食われていきます。